いぶりがっこと、人参クリームチーズとも相性が良いとされるいぶりつけは、秋田県の内陸南部地方に伝わる野菜を訓練乾燥させて作る漬物である。いぶりがっことしても知られるが、元は秋田県湯沢市会院内の漬物屋が、1964年に発売したいぶりつけの商標である。名付けの由来は、秋田の方言で漬物を、がっこと呼ぶことから、いぶした漬物とされ、 近年では、秋田の郷土食としても広く知られるようになった。2019年5月8日、農林水産省により、地理的表示登録された。大根などを、いろりの上に吊るして燻製にした上で、主に米ぬかと塩で漬け込んで作る。燻製にする点を除けば、たくあん漬けと似ている。いろり火の煙でいぶされるため、表面に茶色あるいは黒い色がつき、味も、燻製の香りがついた。 独特のものになる。たくあんをつける際は、大根をあらかじめ天日干しして、ある程度の水分を抜く必要がある。しかし、秋田県内陸南部の山間地では、降雪の時期が早く、大根を戸外で十分に干すことができなかった。そのため室内に吊るして、色火の熱と煙で干したのが、始まりと言われる。雪が多い、この地方の保存食として、古くから親しまれてきた。 横手市山内地区では、いぶりつけの味を競う、いぶりんピックが開かれる。横手市山内三つ俣では、特産品山内人参を使い、いぶり人参を作っている。近年は色ろを有する家屋が少なくなり、また作り手の減少から、各家庭でいぶりつけを作ることは難しくなってきている。専用の燻製設備を持つ、漬物屋が作る製品が特産品として、広く知られるようになった。 本来、ぶりつけには、白首の秋立ち大根を用いるが、栽培が難しく希少なことから最近では、青首大根を使用することが多くなってきている。大根数本を紐で編んで屋内に吊り下げて、なら、桜などの焚き木を燃やして4から5日、程度燻製乾燥し、ザラメ、塩、唐辛子、米ぬかなどで2から3ヶ月漬け込む。この商標権について、 同じ名称での販売をめぐり2014年に発足した県内の後発業者団体と先発業者で商標を有する株式会社小月焼村屋との間で主張の対立が続いている。上記はビブリ学校というひらがな6文字をデザインした商標である。小月焼村屋は1963年に創業した秋田県湯沢市会院内の業者で商標は 商品の品質とブランドを表現するもの。イブリガッコは長年育て上げてきた自負があり、名称も商標権に含まれていると主張している。一方で、2014年に県内の後発組にあたる複数の業者で発足した秋田イブリガッコ共同組合は、特殊な文字で表された図形商標で、名称は商標権に含まれないと主張し、対立が生じている。上記は、 秋田欧州食品イブリ学校という文字が記された図形商標である。欧州食品は秋田県大選手協和なざわの業者で小勝焼村屋は本商標に対し登録異議申し立てをしたが2015年8月に却下されている。秋田イブリ学校共同組合は特許庁の判定制度を利用し権利侵害の可能性について判定を求めていた。 特許庁は2016年7月にの名称は秋田県を中心に広く一般に理解されているとして名称自体に商標権は含まれないとの判断を示した。判定制度に法的拘束力はないが商品名にビブリ学校を使える可能性は高くなった。ありがとうございます。